一本松町は愛媛県の南予地方南宇和郡にあった町である。現在の愛南町の東端に相当する高知県との県境。少子化が進んでいる。東と西が山地に挟まれた小規模な盆地を形成している。中部には摩崎川が流れるが小規模。高知県宿毛市及び北宇和郡津島町との境を形成している市の山が北にそびえる。 篠山の南に源流を発した後、南流し高知県スク市との境をなし、やがて東に向きを変え、スク市へと流れている。ただ、河川はいずれも小規模で、農業用水理はため池に頼ってきたため、町内にはため池が多数ある。町名の由来町一のほぼ中央部、かつて大きな松があったとされる地が、一本松と呼ばれ、また、明治以降町として発展し、 町役場も置かれていた、半世紀明治以降一本松町の系譜。町村製志工事、松田、正木、小山、広見一本松村、一本松町、中川、万草、内海村平成16年10月1日、未生町新設合併、ぐすくべ町愛南町、西海町、内海村田の合併以前の系譜は、 それぞれの町村の記事を参照のこと。合併成立時の九六下村をそのまま大技とした。なお、平成の大合併により愛南町となってからの地名表記は基本的には一本松町を愛南町に置き換えることで対応している。同時に地の区域の編成を行い、城代道と一本松の二字が追加された。町内に高等学校はない。 宇和島市内より自動車で約75分。ありがとうございます。